坂井敏夫は日本のジャーナリスト、写真家。1968年にアメリカ合衆国の優れた報道に送るピューリッツァ賞特集写真部門を受賞した。1940年3月31日に東京都で誕生する。明治大学に入学し、1961年にパナで勤務し、1965年にアメリカ合衆国通信社。 UPI で勤務するようになった。この頃からカメラを扱うようになり、2年後の1967年に南ベトナムの首都サイゴンに赴く。そこで第二次インドシナ戦争関係の写真を撮影し、写真集、より良き頃の夢を出版した。出版した写真集、より良き頃の夢が評価され、1968年にアメリカ合衆国の報道省、 ピューリッツァー賞特集写真部門を受賞した。この受賞は特集写真部門の第一号受賞だった。その後、1971年にアメリカ軍によるラオス侵攻を取材し、1974年にはフィリピンでモロ民族解放戦線などを取材した。1976年に UPI 通信社を退社し、 フランス通信社でも活動していたが1989年に退社した。1999年11月21日に神奈川県鎌倉市で死去。ありがとうございます。